こんにちは、久崎です。今回はオリックス采配についてお話ししたいなと思います。先日までアンケートを取らせていただいた動画でして、各チームの采配についてファンの皆様がどういう意見を持っているか一度調査してみたかったんです。もちろん自分が思う各球団の采配の良いところ、悪いところ、そして現在の各チームの状況について話すことはそこまで難しいとは思わないんですが、実際にファンの皆様が思うことを集めて動画を出した方が説得力が増すかなと思っています。もちろん12球団分毎日動画にしていきますので、少し楽が出てしまうのはご了承くださいませ。そして想定より多くのアンケート意見があったり、ものすごく長文で送っていただいたりと、全てを反映できているかは分かりませんが、何卒ご了承くださいませ。このシリーズを作り始めたのが8月20日からになりますので、この時点で順位が下のチームからやっていきたいなと思います。まずはパリーグ、オリックス。今季超大物メジャーリーガー、ジョーンズなど外国人選手を補強、さらに育成選手などの大量指名、そしてドラフト全体でも将来性重視で、しっかりとした育成とその蓋となる補強とチーム再建へ向け確かな一歩を踏み出したんです。さらに自慢のダブルエースと復活期待の T 岡田選手、さらに大物メジャーリーガージョーンズ、そして主砲の吉田選手を中心にどんな戦いができるかファンは期待もあったと思います。しかし始まってみればいきなりロッテに6立て、ただその後西武にはトントンで、日ハムにもしっかり勝ちを重ね、上昇の兆しもあったんですが、ホークスには1勝、しかし楽天には4勝1敗1分け、チームが上がっていくかと思いきや日ハム相手には4敗、その後もロッテに負け越し、ホークスにも大敗。現状の順位、主要指標がこちら。はい、オリックスに関して60件ほどの意見をいただいたんですが、ポジ意見は2つだけでした。福良監督よりは全然良いと。前政権の機械的な左右秒スタメン、機械的バント采配などに比べると、選手の個性や相手との特性を考えて抜擢してくれるので、選手がより生きる環境を作れていると感じる。2番吉田選手や3番伏見選手などは評価したい。結果的ではありますが、吉田亮選手や斉藤光輝選手、鈴木優選手、野手では広沢選手など若手の新戦力を抜擢し、 T 岡田選手を我慢強く起用するなど選手を見る目があると思う。投手は今年は若手でも結果を出せば信頼して先発なら続投、中継ぎなら接戦時に起用してくれるのは嬉しい。田島選手、山崎幸也選手を信頼して使う。吉田亮選手、斉藤選手らを接戦でも使う。はい、まあ、この2つだけというのは寂しい。まあ、私が思うのは、まずポジ意見としてこの方々がおっしゃってくださるものと被るんですが、こちらかなと思います。はい、まあ、もっとあるよと思われたらすみません。オリックスに関しては当初1番予定の福田選手の怪我、さらに2番として期待していた中川選手の不振、そして主軸期待のジョーンズ、ロドリゲスの不振、 T 岡田選手はまずまずも、今季も吉田選手個人軍状態が続いてしまってるんですよね。まあ、その中でまず開幕当初守備が素晴らしいながら打率0割3分まで落ちていた大城選手を我慢して使い続けたこと、これは本当に良かったかなと思います。もちろん彼が打てなくて落とした試合もあったんですが、まあ、なんとか2割5厘まで上げて吉田選手の前で機能した試合もありました。まあ、彼もまた怪我で離脱してしまったんですが、使い続けたことっていうのは本当に良かったと思います。また結果こそ出ておらず評価される対象かは分からないんですが、練習試合で結果を残していた俊太選手を起用したり、まあ、クエスチョンマークを出されることも多いんですが、広沢選手を試したり、山岡選手の負傷に備えてか鈴木優選手を緊急登板させたり、吉田亮選手や斉藤光輝選手を起用したり、まあ、さすがに神戸選手を開幕戦の大事な場面というのは荷が重すぎたし、登板にハテナもあったんですが、まあ、こういう大胆な抜擢というのは大事かなというふうに思います。また西浦選手や佐野選手に関しても1軍で積極的に与えている。まあ、正直これは結果が出なければ評価されづらいものなんですけど、西武ファンの目からするといろんな選手を試していていいなと感じます。また今季足立選手の数字がいいんです。まあ、現在は若干調子が落ちていて、まあ、大事な場面での一打に苦しんではいるんですが、彼の休み休み起用運用というのは本当にさすがかなと思います。まあ、今季調子がいいとはいえ難病もあり、体調を常に気にしないといけない選手。まあ、彼が今これだけの数字を残せているのはこの休み休み起用というのが効いているからかなと思います。まあ、そしてチームの不振、特に主軸期待の選手の不調があってなかなか外すのは難しい中で、ジョーンズをスタメンから外したり、千賀選手に相性の良い山内選手を起用したり、西村選手や伏見選手を上位で使ってみたり、まあ、そもそも失敗はしたんですが、 1,2 番で T 選手やロドリゲスを起用していったり、まあ、結果は出なかったとしても得点力アップや相手に応じた作戦を取る努力をしているなと思います。まあ、監督としては当然だろうと思われるかもしれないんですが、信じる監督であればメンバーを変えない選択肢を取っている可能性もあるかなと思います。まあ、悪い点にもつながるんですが、この流動起用で結果が出た試合も数試合はあると言っておきましょう。と良い点をまとめてみたんですけれども、
まあ、やはり悪い点が正直多すぎるんですよね。まあ、基本的に私は采配は結果論だと思っていて、負けてる時に勝ちパターンを使って逆転できれば必死の系統ですし、そのまま負ければ無駄遣い。打率が低い選手を代打で起用すれば選手を見る目があると言えますし、私のような素人では分かりません。実際に先発を続投させるか勝ちパターンを起用していくか、まあ、この起用が失敗して結果的にもっと先発投げさせればよかったんじゃないかっていうのは、まあ、それぞれの選手とのコミュニケーションとかコンディションとか、まあ、実際に投げてみないと分からないこともあるし、まあ、そこはもう正直僕からするともう結果論だなと、まあ、これはもうしょうがないわっていうふうにある程度考えることはできるんですよね。まあ、ただ明らかにハテナとなるような采配が結構多くて、実際にファンの皆様からも大量に来ていました。まあ、正直全てを拾えている自信はありません。まあ、もちろんオリックスに関しては主軸勢の怪我もありますし、まあ、期待していた新戦力ジョーンズとロドリゲスが目立った活躍ができていないということもありますので、まあ、今の順位にいることも、まあ、正直仕方ない部分はあるんですけど、本当にベストが尽くせている采配が毎試合できているかと言われると、ちょっと難しいですよね。もちろん全球団そうであるかと言われると、まあ、分からないですし、もっとできたよなってファンの皆様が思っているのを本当に改めて感じました。まず私が思ったこととしてはこちらです。はい、まあ、今期ドラフトでも将来性重視で補強は FA ではなく外国人選手、山本選手や山岡選手、吉田選手らがいるうちに太田選手や義母選手、紅林選手や本田選手、宮城選手や前選手らを下でしっかりと育成し、一軍補強選手で運用していくことが理想だったんですが、まあ、現実はその負担になってくれませんでした。まあ、T 岡田選手が今季長打を放てていたり、福田選手が帰ってきたんですが想定外のことが多く、外国人選手が期待されていたほどの結果を残せておらず打線は物足りない。さらに山岡選手の怪我や山本選手が若干好不調の波があったり、代わりがいないという状況ではあり、戦力層的には苦しいんですが、その中で運用していかないといけないのが首脳陣の仕事。また若手を起用しないなど言われることもありますが、まあ、しっかり若手を2軍で経験させることもある程度必要で、今後の礎となる選手たちを育成し、負けが込んでいたとしても未来のオリックスを作っていくというより再建していく大事な時期だと思うんですよね。まあ、しかし果たして今の監督の方針はそうなのか。まあ、もちろん勝利を狙っていきながらこういうことをしていかないといけないと、一番叩かれたり、風当たりが強いところではあるんですが、まあなかなか苦しいんですよね。まず勝敗の部分ではありますが、この動画撮影時点の1軍スタメンベンチメンバーの成績がこちら。はい、まあ、数字だけが全てではないんですが、佐野選手、小田選手、山内選手、広沢選手と俊足高打タイプがとにかく多い。もちろんこれでも中川選手がやっと昇格したので良くなったぐらい。ただ2軍でも30試合で3割4分の7厘、3本塁打12打点の杉本選手が1軍に挙げられません。彼に関してはずっと3割をキープしていて、8月時点でも3割7分5厘、2本塁打7打点。また松井選手も29試合で3割1分3厘、8打点。8月でも4割5分5厘。代打起用も多かったり、四死球は少ないんですが、しっかり結果を残しながら起用がされないんです。特に怪我でロドリゲスが抹消され、2軍で4試合で2割1分4厘、1打点、4三振と、長打もなかったんですが、早期の昇格。西野選手も怪我もありましたが、今はファームで3割6分6厘。まあ、彼に関してはコンディションもあるので何とも言えないんですが、2軍で結果を残している長打タイプの選手を起用しないことに関してはシンプルに疑問。彼らに関しては育成というよりは1軍で結果を残さないといけない選手たち。まあ、特に杉本選手はこれまで三振を量産していたんですが、今季はホームランだけではなくヒットも出ていて三振も減ってるんですよね。火曜日には中川選手を挙げたんですが、ある程度長打を期待できた西村選手を抹消。まあ、彼も一発以降ややらしさを書いていて安打が少なかったんですが、とすると足立選手のバックアップの内野手2人、そして外野手で守備固めできる選手、そして切り札の佐野選手などタイプごとによって1軍に置いていく選手の決めていると思うんですよ。まあ、それが別に悪いとは思わないんですけど、やはり俊足高打タイプの選手が多いなとは思います。まあ、つまり松井裕介選手や杉本選手、西村選手ら期待感もある選手たちを同時に起用しない。まあ、だからこそ終盤の大チャンスで代打に困るんですよね。松井正人選手や小田選手、そして今季当初は小島選手ら、まあ、守備を期待している選手たちが代打に出ざるを得ない。これは苦しい。そして打撃がなかなかつながらないからこそ、犠打数はリーグぶっちぎりトップで盗塁数も1位なんですが、盗塁成功率は5割5分5厘。まあ、もちろん機動力は大事なんですが、厳しい場面での単独スチールやとにかくダブルスチール、ノーアウト3塁からワンアウト1塁3塁のチャンスを作って代打を出してから2ボールと大チャンスになってから、3塁ランナー T 岡田選手でダブルスチールを敢行し、3塁ランナーが刺され、その後得点にはなりませんでした。こういうプレーが多いんですよね。もちろん機動力意識は大事で、適度なバントは必要なんです。ただ後続の打者が下位打線となっていても、バントという頻度が他球団に比べると多い。
また先ほどお話ししたように若手を積極起用することは良いことではあるんですが、開幕当初練習試合でそこまで結果が出ていたわけではない神戸選手をいきなり開幕戦で山岡選手の後に登板させたり、追い固めに広沢選手を起用したり、必ずしもその積極起用が、まあ、ファンからするとハテナと思う采配も多い。広沢選手に関しては昨年引退された鈴木康平選手のような起用だったので、まあ、彼を起用することに関しても疑問はありましたが、実際に2軍で彼は16試合で3割1分の7厘、1本塁打5打点、 OPS9 割5分3厘と結果を残し再び1軍に上がってきたんですよ。ただ1軍ではやはり守備起用、そして開幕当初ジョーンズ、ロドリゲス、ディクソンを固定し、アルバースも1軍だったんですが、今季は5人登録できるんです。まあ、実際アルバースが登板しない日にはヒギンスを入れることができるんですよね。でロッテ戦でノーアウト満塁でいきなり初登板させたのは思い切りの良い采配、実際彼が抑えてくれたからそう言えるんですが、開幕当初から登録してよかったと思うんですよね。また開幕当初から守備で苦しかったジョーンズを外野で守らせる、もちろん彼も実績がある超大物助っ人外国人選手なので外しづらいのは分かります。まあ、ただ何より早い回の守備固め、同点や負けてる時にも早々にダイソーを出したり守備固めもしっかりと行ってしまう。そして三塁コーチャー風岡さんのミスも目立ち、いけるタイミングで回さなかったり明らかに厳しいタイミングで回したりと噛み合わない。そしてその後追いついたら回りますし、ピンチを招いて前進守備で頭を起こされて逆転されて、その後チャンスを作って本来なら吉田選手だったんだけどな、代打で出す選手もそこまでいないしというような形になっている。まあ、頻度も減りつつあるなと思っていたんですが、先日は2点ビハインドで吉田選手に代走、実際そのランナーが帰れば同点ではあるんですが、追いついても彼ら以外の打力が苦しい中勝ち越すのは困難になるんですよね。でかと思えば先日のロッテ戦、和田選手を刺したり鳥谷選手のエラーなどもあって9回に同点に追いついて、ここでサヨナラ決めるぞというところでダイソーの佐野選手を温存し太田亮選手を起用。太田選手も足を使える選手ではあるんですが、この何のための佐野選手なんだろうと思っていたんですよ。でそして結果ヒットで太田選手が奮死。まあ、佐野選手にアクシデントがあったのかなと思っていたんですけど、その後出てきたので一体何だったんだろうかと思えることもあります。そしてジョーンズがこの数試合登録はされているんですが起用されていません。コンディションが整わないという部分では仕方ない部分があると思うんですけど、まあ、これだけ大物の選手が入ってきて主軸としても活躍してもらわないといけません。でチームの打力が苦しいので、やはり長打が打てる選手というのはスタメンに入れておきたい。まあ、その選手が代打でも使えないのであれば、まあ、何のため1軍登録しているのかというのは、まあ、正直若干苦しい。まあ、2軍にはモヤがいるので、もし本当にコンディションが悪いのであれば、まあ彼を落とすっていうことも相当難易度は高いと思うんですが、選択肢に入れてもいいのかなとは思っています。まあ、数字で出すことは難しいんですけど、まあ、先日の西武戦で見ていて殿崎選手にランニングホームランを食らった時、まあ、佐野選手が突っ込んでしまったのは仕方ないと思うんですよ。ただその後、まあ、西浦選手がカバーに行って、中継プレーで本塁は刺さなきゃいけない、まあ、本塁に行かせてはいけない中でいっぱいいっぱいのプレーではあったと思うんですけど、まあ若月選手が抑えることができずランニングホームランを許してしまった。で結果的にこの1点で抑えてればまだ可能性あったんですが、2点までは追いつくことはできなかった。でその後反撃したんですけど、松田選手からチャンスを作って結構ヒットが出てたと思うんですよ。で1打同点の場面で、ワンアウト1塁2塁のチャンスを作ったんですよね。でもその場面って、ライト前ヒットでワンアウト1塁3塁のチャンスが作れたと思うんですよ。でそういうところで1塁3塁を作れれば、まあ増田選手ストレートが中心のピッチャーではありますけど、やっぱりバッテリーミスでも失点してしまう、まあ、そういうプレッシャーを与えることができたと思うんですよね。で犠牲フライでもワンアウトなので同点なんです。なのでその中でやはりワンアウト1塁2塁と1塁3塁、まあ、この走塁ができるかどうかというのもやはりオリックスにとっては課題なのかなと思います。またビハインドでも左右を重視し様々な投手をつぎ込む、もちろん諦めない必死の系統で2軍で結果を残した選手にとってはアピールチャンスなんですが、まあ、先発が苦しくなりなかなかイニングを食えない時期にこれをやってしまうと投手の負担も厳しくなりますし、抹消を繰り返していかないといけなくなる。他球団で考えると比較的楽天はうまいように感じます。負けている時には基本勝ちパターンを使わない、楽天ほどの戦力層はないとはいえ、やはりこのビハインド時点でのマシンガン系統というのは少し課題に残るかなと思います。また先ほど機械的な左右病ではないとお話ししたんですが、あくまで前任監督と比較しての話です。もちろん左右で使い分けるのは多くのチームで行われていますし、そうやっていろんな選手を使っていくのは大事です。ただ本来理想的な左右の使い分けは層が厚いチームが行うべきもの、相手が右投手だから今日は内川選手ではなく中村晃選手や長谷川選手を使おう、左投手なら牧原選手ではなく川島選手を使おう、内川選手を上位で使ってみよう、選手層豊富なホークスでやるからこそ大きな価値が出るんですよ。まあ、もちろんここまで潤沢なチームはないと思いますし、オリックスでやるとなると西浦選手を佐野選手に変えようとか、福田選手を広沢選手に変えようとか、福田選手の守備位置を三塁にして宗選手を控えに
にしようとか、 T 岡田選手を西村選手にしようとか、そういうことではないと思うんですよ。もちろん本人たちのコンディションがあるので一概に全て悪とは言えないんですが、まあ、少なくともオリックスはそういう采配を多く行ってきているので、ハテナが集まってしまうのはわかります。もちろん首脳陣がつながらない打線で様々な打順で調整を行うのは支持できるんですが、結果が出ないと非難が集まってしまいます。まあ、やはり打線で点が取れないので先発には長く粘ってもらう必要があるんですよね。まあ、なので山本選手や田島選手のように悲運の無援護の投手が生まれてきてしまう。で、彼らがやはりしっかりと抑えていても1点の失点が本当に命取りになってしまう。まあ、だからこそバントが増えていって、どんどんスモールベースボールになってしまう。1点をリードしたいとなった時に小技を使ってなんとか1点を取りに行く。で、それがもうだいぶ読まれてきてしまっているので対策も練られている。で、それで成功して1点を多く取って守りきろうという風になったとしても、早い回でダイソーや守備固めを行ってしまうので、まあ、それが結果として逆転につながってしまい、また追いつかない程度の反撃になってしまう。まあ、このスパイラルを今オリックスは繰り返してしまう。で、そしてその守りの場面でも先日のランニングホームランのように噛み合わないプレー。もちろんあれ佐野選手は突っ込むのは当然なんですよ。あの場面を抑えなきゃいけないので、別に佐野選手を攻めるわけじゃないんですけど、それがまあ結果として悪い方につながってしまうというのが今のオリックスなんじゃないかなと思います。まあ、そして私が一番言いたいのは太田亮選手。私が最も期待していて日本を代表するスラッガーになると思っているんですよ、というか信じてるんですよ。で、1軍で初出場した日に本塁打を放ち、その翌日もスタメンでホームランを放ちました。で、その後なかなか結果が出ない試合も増えてきたんですよね。で、まだまだ19歳なので2軍でもっとしっかり打席に立たせて、1軍でどういう課題が出たか、まあ、しっかりホームランを打つことができたので成功体験を得られたと思うんですよ。で、その中でやはり2軍で取り組むことでどんどんモチベーションも上がってきて、2軍の練習にも精が入るんじゃないかなと思っているんですが、まあ、その後スタメン起用が激減し、守備固めやダイソーとして起用されるようになったんですよね。で、7月26日のスタメン起用を最後に打席に立ったのがなんと8月5日なんです。その間打席ゼロなんですよ。もちろん2軍で親子ゲームができればよかったんですが、そういう状況ではありませんでした。もう彼を一刻も早く2軍に落としてくれと僕は願っていました。で、8月8日のスタメン起用後も出場なくベンチで置き物に。抹消されたのは8月13日と、とにかく遅かった。高卒2年目、1軍で出場して課題が見つかって、2軍で打席に立って、また1軍に戻る。これが正しいかどうかはわからないんですが、少なくとも1、2軍どちらでも打席に立たないというのは、もう私は理解に苦しみました。私が一番心配しているのはここです。ちなみにアンケートでは、たくさんの意見がありました。主な意見としては、ダイソーや守備固めが早い、負けてる時の守備固め、追いついたら打席が回る可能性があるのに。これが多分20件、30件ありました。太田亮選手を1軍で打席に立たせないのに2軍に落とさない、これも20件ほどあります。で、重投や犠打が多すぎる、特に重投も読まれてる、もうこの3つがもうほとんどの意見に入ってました。基本的にこれを書いてない方を探す方が難しかった。まあ、一言ふざけんなというご指摘もいただいたり、プロ野球を舐めてるという意見をいただいたんですけど、それ私に言われてもどうすることもできないので、まあこういう建設的な意見をご紹介させていただきます。で、ジョーンズを守らせるのはやめてくれ、まあこれもわかるんですけどね。まあ、やはり本当に実績があるだけに、まあ監督もそれはなかなかしづらいのかなと思います。で、俊足コーダばかり使いたがる。もちろん俊足コーダは良いことだけど、同じタイプばかり揃えればいいってわけではない。監督はおそらく自分の現役時代に似たタイプを贔屓している。まあここまでかわからないんですが、やはり俊足コーダタイプの選手が多いなという印象はあります。まあ、なのでやはり、まあ吉田選手が下がっている、例えば9回で3対2で勝っていたとして、抑えられなくて同点になったとしても、まあ、次の回も吉田選手が変わっている、 T 岡田選手変わっている、まあ、主軸選手がいないとなると、あとは攻撃点取ればなんとか勝てるんじゃないか期待をされてしまうんですよね。で、ファンからしてもここで追いついても勝ち越せないじゃんという気持ちになってしまうんですよ。まあ、なのでやはり、まあ打力に期待ができる選手、まあ層が苦しいのでなかなかすぐに用意しろと言われると難しいんですけど、まあ、やはりタイプが1軍に多くて良いことはそこまでないのかなと思います。で、2軍で結果を残している杉本選手、白崎選手、中川選手を挙げず、全く2軍でも打てていないロドリゲスを挙げる。まあこれも思いますよね。これも本当に多かった。まあ白崎選手に関しても結構早い段階で見切られてしまいましたし、まあ、中川選手もかなり2軍でしっかり見たなと思います。まあ主力選手であるからこそ万全を期してというのがありますし、まあやはりその移動のリスクというのが今年はありますので何とも言えないんですが、現在は中川選手上がってますが、杉本選手、松井選手はもっともっと使ってほしいなと思います。で、佐野選手を切り札として考えすぎて、ここぞという代走の場面でも使いしぶる。まあこれも結構あったんですよね。まあ本当に目立ったのはロッテ戦だったかなと思います。で、2軍で調子の良かった白崎選手を守備固めと代走で起用しただけで打席すら与えず、2軍に落とすなど意味不明な采配。
うん、まあこれも先ほど申し上げた通りですね。はい、でこれ最後、これも多かった、焼肉に行かないでください。まあこれ結構ネタとして書いていただいてる方も多いと思うんですけど、まあ実際このニュースが出た時に選手からの信頼も得られてないんじゃないかなということもありますよね。あとコメントがワンパターン化している、まあこれもあります。まあ本当にすごい数でした。本当に正直書いていただいた意見が結構同じものが多かったんですよね。で、まあ私が思っていることに関してなんですけど、マシンガン系統に対しての意見とか、まあ開幕当初の謎のヒギンスの2軍とか、まあここはあんまり意見が意外となかったなっていう印象でした。まあこの肝心な時の謎ダイソーは多分ファンの方の方がわかるかなと思います。で、ダブルスチール多すぎ。これは本当に多かった。多分これが一番多かったです。まあ本当に多くの方にご協力いただいて誠にありがとうございました。まあこれが多分まだ全てではないかもしれません。まあ、正直采配は我々に見える部分と選手の状態や関係など見えない部分があると思うんです。そして全てをメディアに公表すべきではないと思いますし、まあ采配には必ず意図があると思っています。まあそう信じたいですが、必ずしもうまくいってるわけではないのと、チームがかなり苦しいので批判も集まる。やはりファンが見たいのは勝利なんです。まあ実際裏目に出る頻度が多いからこそ今この順位にいるんですよ。まあ勝負感と言われればそれまでだと思うんですが、それこそ結果論だとは思います。まあ戦力的に他球団と比べると少し薄い中、まあレギュラーの怪我や補強勢の不調もあって大変ではあると思うんです、運用では。まあただやはり様々な場面でハテナと思うことが多いので、ファンからすると本当にベストを尽くしているのかこの采配はと言われる部分が多いのが今の西村監督なのかなと思います。まあ本当に非難されるのは大変だと思いますし、まあ私のような素人には考えつかないような負担があると思うんですが、まあそこは本当になんとか頑張ってほしいところ。有望株がたくさん下にいるんです。将来性で言えばパリーグの中でもトップクラスで、今のコアメンバーも代表クラスの選手もいるんです。まあその中で今の監督に再研究を託していいのか心配するファンが多いのは現状でございます。まあコメントも何とかしないとというか、コメントがテンプレートしつつあり、まあ先発に何とかゼロで行ってほしいというコメントが多くて、いやそこじゃないだろうっていうふうに私も突っ込んでしまいたくなります。まあファンからするとそこから何とかするのが監督の仕事となりますし、何とかできましたよねというような意見もあります。まあもちろん負けているからこそ、こうなるのが首脳陣の辛いところではありますが、まあ、順位も低いですし、ファンからの不満も噴出しているのも仕方ないかなと思います。大変長くなってしまいました。まあ多分オリックスが一番長かったかなと思います。褒める意見を探すのが本当に難しかった。まあ、いろんなところで、まあ、Twitter の DM なり、このアンケートフォームなり、YouTube のコメント欄なり、いろんなところで意見をいただきました。まあ、なので、まあ、全てを拾えてる自信はないですが、まあ、なるべく多くのファンの方の意見を拾ったつもりです。まあ、今後、全球団やっていくつもりですので、少し長くなってしまうかもしれませんが、最後まで見ていただければなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。